タロンの伝説いいよな。はい、今日はですね、トランペット奏者の斉藤舞子ちゃんにね、来ていただいておりますけども、はじめまして。はじめまして。じゃないですよ。じゃないですよ、ね。はいはい、何回だっけ。間違えました。3回目4回目4回目ですね。4回ぐらいやってますよね。はい、皆様とははじめましてです、うんね、皆様とははじめましてですけど、はい、舞子ちゃんに、まあ、いろんな質問をですね投げかけて、それに対して答えてもらうっていうコーナーをねちょっとやろうかなと思って。はい、うん、大丈夫、頑張ります。で、今日はなんで舞子ちゃんが、まあ、このね TikTok スタジオに来てるかというと、 MV のね、はい、撮影にね、はい、来てくれて、それのついでではないですけど、ね、僕のチャンネルでもねちょっと出てもらうっていう感じで、お邪魔します。はい、ザックバランなトークっていう感じで、はいはい、お届けしたいなと思うんで、よろしくお願いします。温かい目で見てください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは行ってみようチャンネル登録いいよな。はい、それではね、質問コーナー始めてみたいと思いますけども、じゃあ簡単に舞子ちゃんの方から自己紹介っていう形でね、はい、はい、自己紹介皆さんにお伝えください。お願いします。はい、トランペット奏者兼フリューゲルホルン奏者として、はい、首都圏で主に活動しています斉藤舞子と申します。出身は茨城県、育ちも茨城県、父も母も祖父も祖母も茨城県出身の、うん、すごく生粋の茨城県民です、うん。ほう、はい、好きな、動物は犬です。大好きな、うん、もう動物っていうか、好きなものは何ですかって聞かれたら、うん、犬ですと答えるくらい。あ、そうなんだ。はい、犬好きです。僕も犬好きです。嬉しいです、はい、あ、でもタラちゃんはウサギ飼ってるけどねそうですよ ね、まあ、ね、あのワンちゃん飼いたいんだけど、はい、ちょっとワンちゃんハードル高いかなっていうので、うん、まあ、ちょっとウサギちゃんを飼ってるっていう部分あるんだけど。そうなんですね、うん、でもね、ワンちゃんの方が多分飼いやすいと思います、はい、タラちゃん大変、タラちゃん大変だけど、まあね、今はねもう可愛いから、うん、まあいいです。可愛いですよね、うん、ありがとうございます、はい、うん、じゃあね、ちょっと質問をいろいろしていきたいんだけど、でもその前にあれだよね、 CD とかの宣伝もした方がいいか、はい、したいです。はい、こちらですよね。こちらです、この CD。はい、こちら、2022年の10月に、河野さんプロデュース、TikTok レコードさんから出させていただいた「ロマン」という、アルバムです。バッハから久石譲までいろんな曲が入っております。うん、トランペットとピアノで演奏していて、全部で9曲入っております。ロマンを感じるような CD になったと思うので、はい、皆さんよかったらお手に取って、聞いていただけたら嬉しいです。はい、概要欄の、ね、方にも、ね、リンク貼っておきますので、ぜひともチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ質問コーナーちょっとやろうかな。お願いします。これはここに置いとけばいいんだけど、すごい置くのがよしじゃあね、質問コーナー、これ今回はですね、はい、僕一人でやってるとたった5問で1時間ぐらい喋り続けた男なんでまあちょっとそれはね、大変なんで、簡単な質問をもうバーッと20問ぐらいやってみようかなと思いますので、はい、じゃあ1個目ね、はい、中学時代の部活動って何にやってました？はい、吹奏楽部です。ああ、まあずっと音楽、ね、そうですね。小学校も、小学校も、うん、金管バンドとかそういうやっぱり吹奏楽みたいなものをやってました。うんうん、そっかそっか。じゃあスポーツは？スポーツは、うん、ほとんどしてなくって、うん、昔プール、うん、プールですか、水泳、うん、習ってました。あ、そうなんだ。はい、え、何歳から何歳まで？小学、あ、違う、幼稚園生の頃から、うん、辞めさせてもらえなくて小学6年生まで続けました。あ、じゃあかなり泳げるんじゃんそんなことはないですけど、でも、ね、なんだろう、小学生の頃は、うんうん、市の水泳大会とかで、はいはいはい、選手になってました。ああ、じゃあちゃんとちゃんと泳げました、ね、昔は。何を種目で一番得意にしてたの？背泳ぎです。あ、そうなんだ。はいバックね。バック、ああ、はい、僕ね、バックが一番、僕もね水泳結構メインでやってたんですよ本当ですか？そうそうそう、
だけどバックが一番苦手かもしれない。何が得意ですか？一番はあのクロールです。おフリーです。フリーフリーね、ちょっとね専門用語で言うと、ね、かっこよく言うとねちょっとフリーなんですけど、うん、ただ僕ね一番得意なのが 100m 個人メドレー。うーん、そうそう、だからやっぱりあの子供の頃からなんかその一つの固定した種目よりなんか全部組み合わせた方が得意で、ああそうなんですね、そう融合系が得意だったんですよ。おお、うん、まあフリーもまあまあそれなりに結果出してましたけど、うんうん、1個目 100m 個人メドレー、はい、これが一番早かったかな。へえ、うん、すごい。でもスポーツは万能っていうイメージがあります。あーまあちょっとね最近あの、はい、格闘技とかねそういうのとかも、はい、載せてるからね、うんうんうん、あの見た目だとちょっと運動とか一切しなそうなね感じに思われがちだったんですけど、うん、はい、なんか最近はそうですね、うん、って言ってて、まあ一つ目の質問でもうまたすでにもう結構喋ってるでしょそうですね。しかも質問した内容と話また脱線してきてるからね、はい、あの何個質問になってんだっていう感じになってますけど今一つ目なんですよ。一つ目、じゃあちょっと待って、じゃあもうじゃあどんどんいくね、はい、じゃあ習い事は何をしてましたかっていう質問があるんですよ、はいはい、習い事はピアノ、うん、エレクトーン、うん、水泳、うん、お習字ですね、うん、あのすごいやってるね。やってる方なんですかね。あのピアノとかエレクトーンとかっていうのが、うん、あの小さな子向けの、うん、っていうんですかね、今風に言うとリトミックっていうんですけど、あのリズムを叩いたり、うんうん、お歌を歌ったり、うん、楽譜を読んだりとかっていう総合的な音楽の習い事をしてました。でもそれはね、はい、全体的に鍛えられるから全体的に、はい、いいね、やってましたちっちゃい頃。いいなぁ、はい、そっかいいなあ、でも習字とかもやってたら字とか書くのも得意。字書くのは好きです。あ、そうなの、はい、お手紙書いたり、うん、初中見舞いとか。あー偉いね、そういうの偉いね。好きですね。年賀状も自分で書くの。年賀状とかも、はい、書くの好きです、ね、手書きがいいですね。僕もね習字習ってたんですよ、あの保育園の頃、うんうんうん、小1ぐあれ保育園だけかな、うん、まあ理由はねその字をうまくするためじゃなくて、それまでずっと左利きオンリーだったんですよ、うんうん、それを、まあ、母親が習字得意なんで、うん、まあ、右で書かせたくて、うん、習字を習わせたと。あ、まあ、それがきっかけで字はあの右で書いてるんだけど、まあ、いろんなのが、まあ、左とか右で、まあ、両利きになれたのは、まあ、それのおかげなんでね、うんうんうん、まあよかったなっていう。どっちもできた方が、ね、なんか脳はすごい使えるって言いますよね、うん、そうそうそう、脳の活性化にはつながってると思います。ですよね、はい、はいはい、またねどんどん話が長くなりますので、はい、あ、じゃあねやったことのあるアルバイトは何ですかっていう。あれですか、別にレストランとかの名前を出してもいいんですか、うん、え、いいんじゃないのいいですよね。現在もあるんですか。今はないです。アルバイトはないんですけど、高校生の時には、うん、近くの商店街の中の、うん、ケーキ屋さんでバイトしてて、うんうん、名前出してないよね。名前は出してない名前出してない言っていいですかって言ってた。名前出してない。出してない。潰れちゃったんですよね。あ、そっか。そうです。で、その後サブウェイでバイトしました。ああ、そうなんだ。大学生の時に、うん、サブウェイでサンドイッチを作るバイトで、でそれからもう一つ大学生の時に、うん、あのバルカフェっていう、まあ、バーにカフェって書いて、うん、あ、バルカフェですね、はい、夜はバーで、うん、昼間はカフェっていう、うん、ちょっとオシャンなところで、うん、バイトしたりしました。それ昼夜どっち？夜です。あ、じゃあバーだったの方です。はい、そうなんだ。はい、それ何歳って言ったっけ？大学生の時です。あ、大学か。じゃあバー、はい、大丈夫だよね。大丈夫です、政府の年齢で、うん、で、一番最後にやったのは、うん、卒業して、うん、すぐなんかまだちょっとフリーランスになって、うん、そんなにまだ経験値がない時に、うん、美術館でバイトしてました。へ、そうなんだ、芸術的だよね。え、美術館ってそれは絵画、絵画が、絵画です。絵画のみです。あの、うん、飾ってあるものを、うん、こうやって監視する人です。ああ別に
そっかそっか、芸術的なアルバイトじゃなくて、うん、あでも興味あったからやってたんですよ。そうです、はい、なんかタダで見れていいなみたいな。そっか、はい、そこのセンスもじゃあ加わって音楽に生かせてるって感じなんだよね。出たらいいなですね、はい、え画家は誰が好きとかあるんですか。この質問はすごく不利ですね、うん、わかんない僕もわかんない、わかんない。僕ね画家はね、はい、鳥山明かな。最高ですね、うん、大好きです。はい、じゃあ次に行きましょうか、はい、じゃあ今の趣味は何ですかっていうのがあるんですけど、今の趣味、はい、ビーズアクセサリーというか、うん、最近天然石とかを仕入れて、ブレスレット作ったりしてます、うん、あ、そうなの。はい、いや僕はもう水晶って言ったら金のですから。ですよね、はい、もうあのあちこちに水晶がもうありとあらゆるところに、はい、なんか変な宗教やってんじゃないのみたいな感じに思われがちなんですがそういうことではなくてですね、まあ、音のために活用してたりとか、うん、まあ好きであの所有してるのが多いんですけど、うん、ブレスもあの、うんうん、僕も作ってましたよ。あ、本当ですか、うんうん、まさにそれ今作ってその音楽、うん、演奏する時の、まあ、味方になってくれそうな石を、うん、集めてというかこう、うん、あのコーディネートっていうんですかデザインしてつなげて作ってます。え、何が好きなの、どんな石が。石ですか、うん、今一つ選ぶとしたら、うん、翡翠。翡翠か、はい、そっか、はい、で一回捨てて、はい、チャンネル登録いいよな。はい、ごめんなさいね、ちょっとね今ねスタッフから呼び出しがかかりまして、はい、すいません中断しました。とんでもないです、はい、でなんだっけ何言ってたっけ、翡翠の話をして、はい、一番好きなんだよね今、うん、はい、何どんな石が好きかってなったら、ね、翡翠か、まあ、ラピスラズリか。あー、もうラピスラズリめちゃくちゃ好きですよ。あ、本当ですか、うん、私誕生月が12月っていうのがあって、うんうんうん、余計好きなんですけど。そうか、12月だっけ、ラピスラズリ、はい、ラピスラズリの、はい、うん、そうです、それもあって。いや今それ言われて僕ラピスラズリのねフルラズリー、うん、はい、あのごついやつあったんですけど、はい、どこ行ったっけっていうのをどっかなくしたな、またこれもなくしちゃったんですね。なくしちゃった、結構、うん、いいやつだったんですけど。いや、あの大きい玉は高いですよね。うん、高いですよ、うん、そうなくしちゃったんですね。なくしちゃった、誰か見つけてください。どこ行ったか分かんないやじゃあ探してみよう。はい、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ次ね、次は、はい、まあでも特技はって聞いてもね、もちろんね楽器得意だけど、うん、なんか違う特技、まあ水泳っていう話もあったけど、特技ありますか。特技は、特技なんだろう、カフェとかに行って、うん、いくらでも時間を潰せること。あ、すごい特技だな。すごい特技ですか。お店の方たちにとってはねちょっと迷惑な客。そっか、はい、まあここもねカフェスペースっぽいんで、まあいくらで見てもらっていいんですけど、まあ、そうか、まあそれもいいよね。カフェってね長居しちゃうよね、どうしてもね。長居しますね。え、一人でもそれだけ長居しちゃう感じ。はい、一人でいくらでも入れます、うん、だったらさ、はい、じゃあそこにいるんだったら、あのついでにバイトして、ね、はい、プラスお金いただくって方が効率いいんじゃないですか、ね、そうですね、その空間が好きだからその方がいい、ね、その方がいいかもしれないね、うん、チャンネル登録コメントいいよな。はい、じゃあ次行ってみよう。ね、次はね、座右の銘とかはある？座右の銘、うん、うわ、これラリーで答えられない。いきなり言うと分かんないよね。そう、忘れちゃいますね。それってでも座右の銘なのかなって、なんかよく分かんないよね、うん、すぐに思い出せない。構えない、うん、気負わないっていうのを、うん、うん、なんか心情にしてて、なんか昔社会人になりたての頃に、うん、すごい辛い仕事があったんですよね、うん、単発じゃなくて割と毎週あるようなお仕事 で、うん、でその前の日になるとなんかもう具合悪くなっちゃうっていうような時期があって、あ、その子からあの構えない、気負わない、なんか、うん、うまくやろうとか、う
その時にならないとどうしようもないことをもっと前から意味がないのに悩むみたいな、うん、なるほど。それをすごく無駄だなと思って、それはしないようにしようと。そっか、だからこのチャンネルに出ることもね、悩まないでこうね、今日来れたのかな前だったらもうどうしようってもう言われた瞬間から1週間ぐらい悩むかもしれない。こんなの出ちゃったらどうしよう大丈夫ですか大丈夫です、ありがたいですね、はい、あのね、僕もそれありますよ、うん、うん、やっぱり一人でね、余計なことを考えて悩んじゃってってめちゃくちゃあるから、うん、構えないっていうスタイルでやりたいから、ちょっと今こういうね、チャンネルもやろうかなと思い出したのがきっかけかな、うんうんうん、ある意味ね、うん、一緒ですね。そう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 、うん、そうだな、生まれ変わったら何になりたいとか、はい、生まれ変わったら、うん、ちょっといっぱい質問ね来ててね、はい、ちょっとピックアップしてます。何でもいいですか？生きてなくても生きてても何でもいいですか？何でもいいよ。風です。風、はい、なるほど、まあ自由だね、はい、うん、風になりたいです。私はなんか聞いたことあるな、それで風になりたいって聞いたことある、はい、ありますね、ちょっと流れてきました今、音楽が。そうか、はい、あのでも本当に私ちょっと、うん、たまにポエマーみたいになっちゃう時がありまして、あの、恥ずかしながら、はい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 、こう自分の心の中にこう浮かんできた言葉を、うん、ノートとかに書いたりしたりするんですけど、うん、そこにも書いたことがあって、うん、なんかこう風は結構誰かの、うん、まあ多分どっかから聞いた言葉をそのまま書いてるんだと思うんですけど、うん、まあ、涙を乾かしたり誰かの背中を押したりとか、うん、なんかこう帽子が風で飛んでって男の人が拾ってくれて、うん、そこで恋が芽生えたりとか。あ、いいね、はい、もうロマンじゃん。ロマンなんです、はい、CD ジャケットね、あのタイトルと一緒でロマンがね、はい、すごいね。そうです、なんかそういうの全部こう風の仕業というか、あ、はい、すごく素敵なことが起きる。なるほど、じゃあもう完全に妖怪だったらかまいたちになりたいそう、ね、妖怪かまいたちになり妖怪だったら、妖怪だったらなっちゃうと、うん、はい、そうなりますね。鬼太郎シリーズだったら、はい、うん、かまいたちっていう感じですか。でもかまいたちにはなりたくない。なりたくない、切りまくってるだけだからね。はい、ありがとうございます、はい、そしたらね、あと好きな食べ物とか、はい、まあこういう無難な、うん、はい、ハンバーグです。ハンバーグ好きなの？大好きです。あー、そうなんだ。世界一好きです。だったらね、はい、ちょっとね、世界一美味しいハンバーグを僕は食べさせてあげたいですよ。どこにあるんですか？いや、それね、岩手県なんですよ。岩手岩手なんだよ。だからもし一緒に行く機会がね、なんかあれば、はい、もう絶対にその岩手県のね、前沢市のベーシックというね、はい、あのレストランのロシア風ハンバーグっていう、もうね、ホワイトソースなんだけど、うん、もうやばいです。もう絶対に世界一です。もう断言できる。もう、もう生まれてこの方、あれ以上美味しいハンバーグを食べたことはございません。そうなんですか？はい、ホワイトソース、ホワイトソース、あのね、クリーム系の、まあ、チーズ感あるんだけど、うん、分析ができない味なの。もうね、三十何年食べ続けて未だ解明できてない。本当に上質でやばいです。食べたい。本当にやばいですよ、もうね、だって僕は最低でも年一でハンバーグを食べるためだけに地元に帰ってますもん、地元、うん、地元岩手だから。ああ、そうそうそう、まあ、なんかの用事作ってるんだけど、うんうん、実は一番の目的っていうのは、まあ、あのね、もちろん母親に会うのもあれなんですけど、うん、ごめんなさい、あの3番目ぐらい優先順位でもう第1位はもう断然ベーシックのハンバーグを食べるっていう。そんなに美味しい？やばいから、これね、口で伝わらないですから。ここまで言ってても食べたら恐れ入りましたっていう感じ。ハードルがもうこんなになってるけど、いや、もうどんな雨でもね、あれはね、想定できません。超えてくるんですね、はい、っていうことをね、僕はね、あの結構長年お伝え、いろんなラジオ
番組とかでもね、うん、お伝えしてるんだけどね、うん、皆さんなかなか分かってくんないんですよ、あの芸術を、うん、だからちょっと共感できる人をね、うん、どんどん増やしていきたいなと思ってますんで、岩手県出身の方ぜひもうねご感想を、うん、ちょっとあんまりにもね混みすぎる状態なんでね、うん、僕行った時に食べれないと困るんですけど、あ、確かに、うん、いや絶対すごいから、はい、これだけでちょっとやばい時間になっちゃいますけどね、はい、じゃあ次行ってください、はい、じゃあ逆に嫌いな食べ物とかって何ですか？嫌いな食べ物はちょっと具体的なんですけど、うん、私はお肉の脂身が食べれます。ああ、そっかそっか、固まってるやつ、うん、あとはレバー。まあレバーはダメなんだ。ダメです、はい、それもう何レバーでもダメなんだね。何レバー、うん、レバーに種類があるんですか？レバーに種類あるよ、そうなんですか。鶏とか豚とか牛とか。でもその私が今まで食べたレバーが何のレバーかが分かんないまま食べるから、そかそか、多分、うん、レバニラみたいな。レバニラのレバーか、うん、まあ豚とか鶏あんまりないんじゃないかな。あ、ちょっと待って、レバニラで、はい、って言われると、まあ豚か牛かじゃないかな。ダメですあれ、うん、なんか、そっか、もうそもそして口の中になんか残る感じ、うん、そっか、これもね、はい、これもちょっと食べさせたいレバーがあるんですよ。これ逆にね、はい、本当にねレバーが嫌いな、まあ、女性多いじゃないですか、うん、でもそこのね焼き鳥屋さん、うん、鶏レバーなんだけど、うん、やばい極上に美味しいのが茨城県ありますよ。え、茨城ですか、うん、ね、ここから、近い、お、うん、鳥サバっていうね、うんうん、三つ街道にあるんだけど、なんと私の通ってた高校の近くですね。そうだよ、はい、高校はもうランキング僕の中で3本指に入りますよ。レバーの3本指、もうね全部そのモモだろうが、うん、ハツだろうがなんだろうが全部もう3本指入りますね。うん、口の中に残ったりしないやつですか？ね、めちゃくちゃ芳醇で、うん、もうとろけるレバー、もそもそしてなんか全部口の中の水分取られちゃうみたいな、なんかそのスポンジの中なんだ、なんとか豆腐ってあるよね、水分取るやつ、なんだっけ、わかります、なんとか豆腐ありますね。ああいう感じじゃなくて、うん、もうね芳醇、なんかまあお酒飲まないと思うけど、はい、そのワインの芳醇さみたいなの上質さがあるんですよ。へえ、高野豆腐ですか？あ、そう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 。思い出した。なんかねもそもそしてむせそうな、あえんじゃないんですよ。へえ、食べてみたい。めっちゃ美味しい、うん、それ一個食べて、うん、あ、ダメだなって思ったら、じゃあもうレバーは一生食べなくていいですよ。そしたらそれがダメなら、そう、それ以上のないから。ああ、そんなに なかなかないんで、レバーの概念が変わるかもしれない。うん、はい、またね話どんどんなってくる。これ本当は1個15秒あれば終わるからね。大体ね15秒で終わるんだけど、じゃあ、まあ好きな動物、さっきね、うん、ワンちゃんって話あったんだけど、はい、苦手な動物っています？うん、もう田舎育ちなのにって思われちゃうと思うんですけど、うん、虫がダメです。虫、はい、まあまあ動物に入れとこうかじゃ昆虫だけど、まあ動物に入れとこうか、はい、うん、虫ダメですね。あとやっぱ動物は動物、うん、爬虫類、あー、まあね、ヘビとか、まあね、うん、モフモフしてるやつは基本好きですね、うん、ネズミとか。ネズミも好きです。ネズミモルモットとかも好きだし、うん、ドブネズミとか大丈夫？ドブネズミわかん、ドブネズミ見たことないか、意外と。ないですね。意外と田舎より東京の方がね意外にいたりするんですよ。下水のとことかに。あんまり見ないですね。モグラはいっぱいね、うん、見る、なんかこう、うん、たまに間違って、うん、昼間に出てきちゃったモグラみたいの見ますね。見る、見ました。あ、見る、はい、ちょっと気持ち悪いです、モグラは。あ、ちょっとね目がないしね。そうです、ちょっとね、はい、一瞬びっくりするよね。びっくりします。もう田舎はボコボコこうモグラの出てきた跡があるので。あ、そう、はい、あ、そっか、そういう穴開いてるのモグラか。あれモグラです。あ、そこにもなんか穴開いてる。ありますよね、うん、あれは夜中にボコボコやってますね。そうなんだ、はい、そっか。じゃあまあ虫って言っても、じゃあ、うん、具体的に何がもうワーストワン、まあ多分、うん、ABCDEFG かな。やっぱね G きついです。
ですね。でもそれと同じくらい、うん、厚みのあるカエルがダメです、うん、あ、そう、はい、うん、まあ昆虫じゃないんだけどねそれじゃあ動物でよかったね。あ、それ動物になるんですね。動物というかまあ哺乳虫だと思ってた。あ、虫だと思ってた。あ、カエル、虫、まあ微妙なと爬虫類だよね。あ、そうです、はい、両生類。あ、両生類か、両生類、ごめんごめん、両生類だね。分かってんじゃん、分かってんじゃん、なんで昆虫になったの。すいません、そこは、うん、そうですね、ちょっとしちゃかめちゃかしちゃいましたねカエル、はい、あのでっかいカエルがダメです。牛ガエルとか、あーね、田舎の方はね、大きいのいるからね。はい、あのアマガエルみたいな小さいやつだったら大丈夫だ。まだ大丈夫、まだ、うん、まだ乗せれるんですけど。乗せれてるだけで十分だと思う本当ですか。嫌いだったら絶対もう見てるだけでわーって逃げる。そうですよね、うん、ちょっと感覚が多分あの都心の方とは違うのかもしれない。まあね、乗せれるか乗せれないかっていう基準でいくと。あ、じゃあそこまで嫌いじゃないってことか。でも、うん、牛ガエルは隣を通るのが怖いですね。いやー、細い道に牛ガエルがボーンっていて、うん、よく通るのできない。あんまり遭遇しないけどね、普通ねそうですね。じゃあ次、これ次、はい、最近買ってよかったものとかあります？最近買ったもの、うん、なんだ。高野豆腐以外で買ってないです。一時期ダイエットで使ってましたね。あ、そうなんだ、はい、あ、そうか。でも、最近買ってよかったの、オイルヒーターです。オイルヒーター、はい、石油で、なんかオイルヒーターは継ぎ足したりしないで、うん、電気で中のオイルを温めて、うん、あ、そうなんだ。部屋をあったかくするやつです。あ、そっか、それいいね。めちゃくちゃいいです。乾燥するじゃないですか、あの普通の暖房つけると。あ、ちょっと買おうかないや本当に、あ、いいね、はい、本当にいいです、うん、で、その適温っていうか、そのほんのり空間が暖かいっていう感じにしてくれるんですよ、うん、ちょっと時間かかるんですけど、うんうん、温まるまで。でも30分ぐらいつけとくと部屋中がちょっとなんかほんのり暖かくて、風が起きないので、うん、ほこりも立たない、うん、目も乾燥しない、うん、お肌も乾燥しない、うん、いいこと尽くしです。音も音静かです。音も、はい、いやーっていうかまさに今欲しいでしょ。ちょっと今 YouTube 撮影しててあのエアコン止めてるから寒いもんね。寒いです。寒くなってきてそろそろ終わりにしようかと思い出してきてるからいやーそっか、本当にね、買おうと思ってたとこだったんですよ。ちょっとエアコンを、うん、うさぎのタラちゃんのためにね、うん、そのタラちゃんいる部屋は、うん、もうずっとエアコンつけっぱだから、うん、そう、もう夏でも冬でも適温を保って、うん、適温保ってるから、うん、適度にちょっとあったかいやつなんかないかなと思ってたとこだから、それベストだよね。おすすめです。今日アマゾンでやりますそっち落ちます、これ終わったら、はい、うん、ぜひ、はい、ありがとうございます、はいはい、遊園地、うん、の乗り物で一番好きなものは何ですか？遊園地、ディズニーランドでもいいですか？ああ、じゃあディズニーの一番好きなのと嫌いなのを教えてください。わかりました。まず一番嫌いなものは、うん、メリーゴーランドですね。ああ、もうダメ。メリーゴーランドとコーヒーカップ、あの回る系がもう。ちょっと今ねそれ言われて想像しただけでめまいしてきた。本当に苦手。私はです。三半期間激弱なんで。いや。一緒、ミートゥーです。ミートゥーです。あれ本当にダメです、うん、見てるだけでもう、うってなる。嫌だよね。はい、嫌です。嫌だ、うん、一番好きなのはカリブの海賊です。あ、カリブの海賊って、はい、どうなってどうなるんだっけ。なんか大きな船に、え、こうやってるやつ。あ、それじゃないです。あ、それじゃないです。それは多分どっかの後楽園とかのなんか遊園地の。これはこういう感じで。それディズニーランドにないです。あれなんか乗った記憶あるけどないかと思うんですけど。ごっちゃ混ぜになってるね。あのカリブの海賊は、うん、船に乗って、うん、こう線路っていうのかな、こうレールの上を行く、見る系のアトラクションなんですけど。じゃあジェットコースターの緩い版。そうです、はい、うん、もう落ちるのは多分1回緩やかに落ちてるだけで、水のとこバンっていくやつなんだっけ。スプラッシュマウンテンですかね。なんか全部混ざってます。あ、全然絶叫系じゃないです、うん、あ、絶叫じゃないんだね。はい、あ、割とこう、まあ、見ていくやつです。乗ってるはずだなそれな、うん、パイレーツ・オブ・カリビアンのなんかジャック・スパロウとかが、うんうん、あ、乗ったことある。見れる、あるあるある、はい、それが好きで、うんうん、
はい、ほとんどアトラクションに乗らないんですね私、うん、ディズニーランド行っても、うん、あ、そうなんだ。そうなんです、割と最近というか、うん、去年1回行った時は2個だけ乗って、うん、あとはお店を転々としてお茶を飲んだり、うん、食べ物を食べて帰りました、うん、あ、そこら辺は趣味合うね。本当ですか。いや、僕もあれ並ぶの嫌なんですよだからその行くのはいいんですけど、はい、その雰囲気でなんかもういいじゃんって思っちゃうのね。わかります。そう、そう、なんか別にそこ乗んなくてもまあ見えてるしみたいなとか乗ったことあるしみたいな、うん、2個でいいんじゃないですかね。ちょうどいいですよね。ねえ、だって結構並ぶでしょ。はい、あんまり並ばないやつ2個行っちゃったんですけど、でもそれでももうお腹いっぱいで、うん、うん、いや、もうまさにそうだよ、はい、景色とか、うん、空間が好きっていう、うん、そうだね、それはすごくいいと思う。はい、じゃあ僕ね、嫌いなのね、はい、ディズニーの C の方かな、はい、なんだっけ、タワーオブテラー、落ちるやつ、はい、いやー、あれはねすごいなんともないと思って乗ったんですよ、うん、当時、はい、いやー、もう本当に死にかけました死にかけた、うん、なんか一瞬あの世が見えたもん本当に。あれすごいですよね。あれね、うん、今例えばなんかすごいお金を積まれたとしても多分乗らないよ。もう二度と乗りたくない。本当に乗りたくない本当に死にそうになったんですね。いや、結構ね見えたねちょっと、うん、なんか時々、うん、あの期間限定でこの、うん、このビューって降りる回数が増える時があるらしいんですよ、うん、いや、もう増やすなよやめてよ、うん、それに当たっちゃった可能性もありますよね。あの、すごいいつもより怖いっていう期間があるらしいんです。え、そうなの。はい、あー、だったかも。なんかすごい何回も行ったり来たりしてたよ、はいはい、登っては下ろされ、登っては下ろされ。そうそう、あれは普通は何回なんだろうね普通な、私もあんまり乗ったことなくて、もうそれこそ1回乗って、うん、降りて、あー、はい、もう乗んなくていいです。足、膝ガクガクしながら降りてきました。もうダメです。もうそれはね、もうダメですね、ほんと。もうそれの乗るってなったら多分喧嘩になります本当に絶対乗んない、はい、そこだけ譲れば。俺はここで待ってるから。そうそうですね、ですね、はい、はいはい、じゃあね、最後の質問っていう形でねしてみたいと思うんだけど、はい、10年後の自分に声をかけるとしたら、あ、むずい、これ10年後の自分。10年後の自分、うん、はい、あ、全然、あの、うん、でも言いたいこといっぱいある、うん、10年後の自分ですよね。うん、いいよ、何個でもいい、はい、はい、10年後の自分、うん、だから、うん、ここね、15歳ぐらいか、じゃあそうです、はい、すごいサバイブ。ちょうど、はい、15ぐらいですね、うん、はい、まず歯医者にちゃんと行ってますか。うん、歯は大事です。うん、歯は大事です。あとは、うん、運動してますか。私は今運動してません。運動してください。うん、あとは、うん、あとは楽しく音楽しててくださいって感じですかね。ああ、いいね、はい、うん、でも歯とかも綺麗だしね。気にしてるからでしょ。はい、うん、なんか怖いなと思って、美味しいもの食べれなくなるの嫌だなと思って、うん、うん、気にしてます。偉いね。まあ10年後もこのままいけばね、はい、全然してると思うしね。行きたいです、うん、でもちょっと運動だけは。運動か、はい、じゃあ運動はの今からじゃあちょっとずつね、はい、始めるっていう感じで、はい、僕もちょっとたるんでますから頑張ってやっていきますんではい、はい、じゃあね、今日は本当に楽しいお話まだまだしていきたいんですけど、はい、はい、編集も大変になるんでこの辺でという形で、はい、うん、また遊びに来てください。ありがとうございました。斉藤舞子ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。